神を感謝して、本当にただ一人のお方に本当に心からの本当に礼拝を捧げていきましょう。この皆だけが本当に今日高く崇められていきますように、このイエス・キリストの皆だけが褒めたたえられていきますように、共に立ち上がって賛美を捧げていきましょう。
こそが私たちの王です。ただ一人唯一まことの神、真実の方、私たちはあなたに今目を向けます。天を仰ぎ、私たちの目、また心、思い、すべてを今あなたに向けます。あなたこそがただ一人、すべて生きあるもの、その礼拝を受けるのにふさわしいお方です。
全ての栄光主に
今私たちの神、私たちの主、愛するお方、その方の名を高らかに褒めたたえます。この方こそ賛美を受けるのにふさわしきお方、この方こそ全ての礼拝と栄光を受けるのにふさわしい主です。今主の愛がこの場所を取り囲み、主ご自身が私たちの真ん中に座し礼拝を受け取ってくださっていることを覚え感謝します。またイエス様の愛の中に置いて、本当にイエス様が私たちにもますますご自身の心、愛を表したいと願っておられる、その主の心を受け取り感謝します。どうか今日この時間、もし必要がある人がいるなら、その人のために祈りたいと思います。私は癒しにおいて必要があります。またこの心の中に圧迫されている、そのような痛みや苦しみ、鬱やありとあらゆる心を本当に捉えているものがあります。もっと自由に礼拝したい、もっと自由に心が解放されたい、どんな形でも構いません。もう神様によらなければ、私の人生の中に望みがない、主の助けが必要です。癒しにおいて、また本当に心の自由において、あらゆる領域において、その必要がある人のために祈りたいと思います。今日初めて来た人、まだイエス様と出会ったことない人でも構いません。私のために祈ってくださいという方、その場所で手を挙げてください。私は本当に祈りを必要としています、私のために祈ってくださいという方ですね、その場所で手を挙げておいてください。で、周りの方々手を置いてください。その人たちの上に今日本当に神様の特別な助けがありますように。もし今日初めて来た人がいるなら、その人たちのためにもぜひお祈りしてください。本当に神様の愛が注がれますように、神様の祝福でその人たちが満たされますように。ぜひもし手を誰かが置いてくれたら手を下げてください。まだ誰も手を置いてくれてなければ上げ続けてください。で、実際に聞いてください。もし病の癒し必要があるのであれば、本当にその癒しがなされるように、何かこの祈りの課題があるなら聞いて、具体的に祈りたいと思います。ぜひ今聞いてください。祈っていきましょう。
イエス様の名前によってこの方が癒し主、救い主であり、その名によって今私たちを捉えている一切の病の鎖は解き落ち砕かれたことを宣言します。今本当に癒しを必要としてこの場所に集まった人々の上にイエスキリストの名による癒しが大胆に解き放たれていくことを宣言します。心の中に自由がもたらされていきます。私を捉えてきた重荷、痛み、悩み、苦しみ、その束縛から自由にされ、イエスこそが私たちの全ての道を導かれるお方、私たちの全ての答えであることを宣言します。またこのことを覚えます。一人の方は、あ、本当にある方はですね、この心の中の喪失感が癒されていくということを覚えます。何か大きなものを失ってしまった、そのことのようにすごく心の中に愛を求める、そのようなですね、喪失感があるんです。いつも満たされたい、何か安心が欲しい、でもそれを今まで得ることができなかった。しかし今日この神様の愛によって触れられて、神様の愛が心を満たします。もはや喪失感は心の中から取り除けられ、恐れの思いや本当に不安の思いは取り除けられ、心の中を完全な父なる神の愛によって満たされ、平安が波のように今心に押し寄せてくる、そのことがなされることを宣言します。力強いイエスの名によって全ての癒しと解放が解き放たれたことを宣言して祈ります。存在も祝福したいと思います。今日ここに来た全ての人が神様の愛の中に招き入れられています。お互いに握手を持って、ハグを持って、ぜひ挨拶をしていきましょう。
ハレルヤ、感謝します、皆さん暑いかもしれませんが、前はもっとすごいです、本当にですね、一番ここのところは暑いところなんですけど、本当にその中でハグをするっていうのは私たちにとって大きなチャレンジかもしれません。握手をするのも大きなチャレンジかもしれません。でも本当に神様の愛を受けて、お互いを愛し合い、この神様の愛を分かち合っていきたいと願います。ここから感謝の捧げ物をですね、私たち自由に捧げたいと願います。カゴが右から左に回ってきますので、自由に主に対する感謝を捧げていきましょう。そしていつも私たちはチャレンジしていることですが、これは信仰による種まきです。それですので、私たちが、まだ待ってくださいね、まだ初めのところで止めておいてください。信仰の宣言を持ってですね、祈りたいと思いますので、今日主の前にまく種をですね、手に持ってください。そして宣言します。共に宣言したいと思います。天の地なる神様、あなたは本当に最高に良きお父さんです。私たちの人生に恵みを注ぎ、惜しみない供給を与えてくださる、惜しみない供給を与えてくださる最高の父を褒めたたえます。最高の父を褒めたたえます。主がくださったものの中から、主がくださったものの中から、この経済を持って、この経済を持って信仰の種をまきます。信仰の種をまきます。この種を用いてください。この種を用いてください。30倍、60倍、100倍の実が結ばれていきますように。100倍の実が結ばれていきますように。全ての貧しさは、全ての貧しさは惜しみない豊かさへと、惜しみない豊かさへと、今イエスの御名によって、イエスの御名によって取り替えられたことを、取り替えられたことを宣言します。宣言します。信仰を持ってまきます。信仰を持ってまきます。イエス様の名によって、イエス様の名によって、アメン。させていただきたいと思います。今日は2点ですね。8月の23日に洗礼式が持たれます、はい、洗礼希望の方は牧師先生、スタッフの方、自分が所属するセルのリーダーまで、お申し出ください。よろしくお願いします。そしてなんと皆さん、来週は、はい、アジャホジダスです。ノリがキャンプ、大阪からキャンプに、大阪のキャンプに行って帰ってきた学生
生たちが前にいるんですけど、もうノリが大阪ですね。はい、ありがとうございます。はい、送ったのは私なんですけど。はい、アジアフォージーザスが来週持たれます。金曜日土曜日、14、15日が四谷区民ホールにて、こちらですね、はい、フィリップ先生、イベン先生を招いてセミナーが持たれます。ぜひ期待してご参加ください。そして、16日がですね、ラブジャパンゴスペルフェスタということで、新宿アルタ前、東口のアルタ前にて、ダンス、音楽、さまざまなイベント、ライブが持たれます。ぜひ期待してご参加ください。なので来週は、第1第2礼拝が合同になりまして、10時からそちらのメッセンジャーがイーウェン・チョウ先生、そして第3第4礼拝が合同で1時45分からフィリップ・マントーハ先生というふうになっています。アルタ前も、来たいですけど、こちらも来たいということで、ぜひ皆さん参加していただけたらと思います。そして、ですね、経費が300万かかります、約。なので皆さんぜひ献金の方もよろしくお願いします。はい、そしてですね、15日の会場係を募集しているということだそうで、ぜひ私も会場係したいですという方は、真島先生の方まで申し出ていただけたらと思います。会場係の内容としては、献金を集めることですね、袋を回すことと、そしてあとは席に案内するアッシャー的な感じですかね、はい、の2点になっているそうです。興味ある方はぜひ。そして、14日の、金曜日はキッズミニストリーの奉仕も募集されているということですので、そちらも、真島先生の方に、はい、キッズの奉仕と会場係の奉仕ですね、はい、そちらも募集しているということで、よろしくお願いします。はい、そして、はい、ありがとうございます。はい、あ、奉仕したい、もう総責任者ということでよろしくお願いします。はい、なおちゃんからアナウンスがあるということで、はい、今もアナウンスがあった、8月16日のラブジャパンゴスペルフェスタの中で、午前中11時からダンスチーム3チーム踊るんですけど、その時に、ワンゴスペルダンスクルーというチームが出るんですけど、これは、日本初のゴスペルダンスの、総合スクールということで、ワンゴスペルダンススクールですね、で、のメンバーが出るんですけど、そのチラシをその時は配っていいということなので、ぜひそのチラシを配るお手伝いをしてくれる方を募集したいんですけど、やってもいいよっていう方は私まで声かけてください。そしてぜひ、第3礼拝は1時45分からなので、11時間に合うと思うので、皆さんぜひ応援にも来てください。よろしくお願いします。で、じゃあ今日のメッセージは慎吾先生をお迎えします。どうぞ。ありがとうございます。アメン、もう一度大きな拍手を慎吾に送りましょう。アメン。素晴らしい、神様を感謝します。本当に来週はどうなるか分かりませんが、もうやってみるしかないです。この場所も人が入りきらないんじゃないかなと思うんですね、礼拝に。なのでぜひ早めにですね、もう礼拝に来て、あまりにも人が入らないと、もう席を外して前の方は地べたに座るという形にしたいと思いますので。でもこのフィリップ先生、本当に癒しの器、そして精霊に満たされた、もう一つ一つの魂を愛する、この一人の救い、イエス・キリストと人々が出会うということを願っている器です。それなので、まだ教会に来たことがない人も連れてきても買わないと思います。本当にイエス様の愛を惜しみなく伝える器ですので、ぜひ来週期待を持って主の前に集まろうではありませんか。アメン。主に感謝します。そして外でのこのゴスペル集会においても、主の栄光の技が表されることを感謝します。それに伴って必ず皆さんしなければならないことがあります。それは取りなしの祈りです。祈りの中で私たちは前進していき、祈りの中で福音が述べ伝えられていきます。そのためにですね、祈りのチームを千春さんが集めてくださってます。立っていただいていいですか。ありがとうございます。拍手を送りましょう。金土の集会、そして日曜日の集、この外の集会においても、祈りを持ってですね、人々がイエス様と出会うことができるように、また癒しの技がなされ、聖霊様の働きがなされるように、取りなし祈っていきたいと思います。今のところ3名の人たちが、増えてますか。全部で願っているのは最低ラインが
15以上というですね祈り手の方々を求めてますので、ぜひですね加わっていただき、この祈りの働きにご参加ください。よろしくお願いします。では今日も期待を持って主の前に御言葉を受け取っていきたいと思いますけど、前にはですね危険な大学生たちがいます。大阪のキャンプに数日間参加してきてですね、数日間悪ふざけばかりしてきたので、はい、でも本当にですね100名ぐらいの若者たちの集まるキャンプで私も御言葉の務めをさせていただきました。初めてこのクリスチャンたちの集まりに来る若者たちもいたんですけど、もうキャンプの中でイエスキリストを信じ、そしてキャンプの中で聖霊を受け、そしてキャンプの中で主のために人生捧げるという献身をして使わされていきました。アーメン。本当に神様は力強く働いておられることを感謝します。今日も期待を持って御言葉を開いていきたいと願いますが、一言お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。この礼拝を主の御前に捧げることができることを感謝します。礼拝はすべてイエス様ご自身のものです。この教会の頭はイエス様ご自身です。どうか主よ、頭であられるイエス様が語られたい言葉を自由に語ってください。私たちは耳を傾けます。語る者にも聞く者にも同じ油注ぎがあり、御言葉が生きた言葉となって聖霊様の息吹を通して私たちの中に入ってきますように、御言葉を通してイエス様ご自身と出会うことができますように、聖書の御言葉を通し父よ、あなたの心を教えてください。知恵と啓示の御霊を降り注ぎ、私たちの心の目が開かれることを今宣言します。感謝を持って愛するイエス様の名前を通してお祈りします。アメン。アメン。感謝します。先日はですね、先週はですね、私たちは礼拝を立て直した王様ヒゼキヤ王のストーリーをですね見ました。今日はそのヒゼキヤ王を少し見て、私たちが 何の水を飲むのかということですね、今日見ていきたいと思います。何の水だろう、水って何のことだろうと思うかもしれませんが、天の水を飲むのか、この地上のもので心が満たされるのかということがですね今日のメインのテーマです。第二歴代史はい32章、第二歴代史32章ここにヒゼキヤの働きの総まとめが書かれているんですね。第二歴代史の32章の27節から29節、ここまず私が代表してみます。第二歴代史の32章27から29節、聖書がない方は周りの方々にですね見せてもらってください。そして初めて聖書を読む人たちは何のことだろうかと思います。でも油の話とか、穀物の話とかが書かれてますけど、でもですねここに重要な意味があることを思います。32章の27から29代表してみます。はい、はいではないですね、代表して読むので、さてヒゼキヤは富と誉れに非常に恵まれた。彼は銀、金、宝石、バルサム油、盾、すべてのたっとい器を収める宝物蔵、穀物、新しいブドウ酒、油の収穫のための倉庫、およびすべての家畜のそれぞれの小屋、群れの小屋を作った。彼は町々を建て、羊や牛の家畜もおびただしいものであった。神が非常に多くの財産を彼に与えられたからである。礼拝が回復し、主の臨在が回復した結果、国が回復したんです。そして彼の財産はどうなったかというと、非常に多くの財産で満ち溢れたんですね。もうこのヒゼキヤのストーリーの途中にある人々が礼拝を捧げるために喜んで進んで生贄や捧げ物を捧げたために、何が起こったかというと、もうそれを数え切ることができないほどの主の捧げ物がこのエルサレムに集められることになりました。それほどに人々は主に感動し、この礼拝を立て上げたいという情熱がイスラエルの国の中に生まれていったんです。その人々に礼拝者の心を回復したのがヒゼキヤ王でした。彼の人生の最後のまとめとして、もう非常に多くのものを手に入れたと書かれています。しかし神様の評価は、彼がどれだけ多くのものを手に入れたかということにおいて神様は彼を評価していません。神様の評価は実はこの30節に書かれているんですね。これがヒゼキヤが人生かけてやった最も素晴らしいことであったと。何でしょうか、一緒に読みたいと思います。30節一緒に読みましょう。はい、
このヒゼキヤこそギホンの上流の水の源を塞いで、これをダビデの町の西側に向けてまっすぐに流した人である。こうしてヒゼキヤはそのすべての仕事を見事に成し遂げた。アメン。実はこれがヒゼキヤの人生の総まとめ。彼が人生をかけて最もやった素晴らしいこと、それは地下水路を作ったってことだったんです。皆さん、そんな人の目には小さなことに思いますね。彼は礼拝を立て直したことの方が素晴らしいです。主の宮を開いたことの方が素晴らしいです。国中にリバイバルをもたらしたことの方が素晴らしいんです。しかし主からの評価は、彼はこの地下水路を通した。列王記の方にはそのことのためによくやったと書かれてるんです。そうです、彼は見事にその仕事を成し遂げました。ではこの地下水路を通すっていう働きは一体どういう意味があるんでしょうか。なぜ彼はそのことをしたんでしょうか。ここにギホンの上流の水の源を塞いでって書かれています。ギホンの川ってどこにある川ですか。知ってる人いますか。ギホンの川って何でしょう。はい、創世記の2章にあるんですね。あ、これ開かなくて結構なんですけど、実はエデンの園を神様が作った時にそこから4つの川が流れます。その4つの川の1つがギホンの川って書いてるんです。で、他の3つの川は全部発見されてるんです。でもギホンの川だけは一体どこかわからないっていうのが、この考古学者のですね、説明なんですね。でもギホンの川っていうのは実は目に見える上流に流れている川ではなく地下水路なんです。エルサレムの下には水が地下水路として流れているんです。で、ヒゼキヤはそのギホンの水路をエルサレムの神殿の下を通して流したんですね。これイスラエルに行った時に今でもその通路通れます。そしてダビデの町という場所からエルサレムの神殿の全部の下を通って、その川が最終的にシロアムっていう池にまで通じてるんですね。これぜひ行ったらですね、入ってみたい人は行ってみてください。私はそんなに好きではありません。これ入ったことがあるって人どれぐらいいますか。2年前イスラエル一緒に行った人たちはこの地下水路通ったと思うんですけど、ありがとうございます。もうすごくですね、もう狭くて、そして下手したら深いところは腰ぐらいまで水が来るですね。もう冷たい、でも綺麗な水が流れているところなんです。3年前に行った時にはですね、この韓国のチームと一緒に行ったんですけど、後ろのいた韓国の牧師がとにかくパワフルな牧師でですね、もうよくわからないことを何でもやってしまう牧師だったんですね。電車に乗っていても突然電車降りて一息走るって言って走り出したりですね街で伝道した時にもユダヤ人たちと踊ってですね、私たち楽しんでたらいきなりその牧師がやってきてユダヤ人を捕らえて回し始めたんです。で、踊ってるつもりがものすごい勢いで回されてユダヤ人の顔が真っ青になってですね、この人は本当に大丈夫だろうかこの牧師はって思う人がですね、一人いたんです。でですね、その牧師がこの地下水路を通るとき私たちの後ろにいたんですね。そしたらその牧師が信じられない大声で歌い始めたんです。皆さん、地下水路です。エコーがものすごく響くところで信じられないほど大きい声でですね、その牧師が歌い始めて、もう私たちはその地下水路通りながらめまいがし始めたんですね。でですね、私たちの牧師たちのグループの中に絶対に悪いことを口にしないキム・ジマン先生というですね、清い先生がいるんです。すごくですね、もう清さを愛する先生です。その先生が一番後ろにいたんですけど、もうついにあの先生が腹立ててですね、後ろ振り向いてうるさいって言ったんですその歌やめろって言ったんですそれほどに私たちの後ろで叫び声を上げてですね、歌っている牧師先生がいたっていうのはですね、この地下水路の思い出なんですとにかくですね、まあ20分30分かけてその地下水路を歩いていき、すごく長い地下水路です。ダビデの町という場所からエルサレムの下の宮殿を通ってシロアムという池に到着します。それを作ったのがこのヒゼキヤであるということが聖書に書かれているんです。なぜその地下水路を作ったことが神様に評価されたんでしょうか。それほど大事なことだったんでしょうか。これは何か大きな事業をしたということ、事業をしたということよりも、実はヒゼキヤは啓示を受けてこのことをしたんです。そして将来のことを見ていたんです。一つのことは、この地下水路を通って最後に行くこのシロアムという池はですね、別名使わされたものの池と言います。
でその使わされたものの池、シラムの池からですね、年に1回カリオの祭りという時に、もうその祭りの最後の時に水を汲んできて、そして神殿の上にある石にかけて、そしてエゼキエル書にこの神殿から命の水が流れていくっていう予言が成就するということを覚える祭りがあります。それは祭りの大いなる日に水がこの汲まれてきて神殿に注がれるんです。皆さんもヨハネの福音書を読むと、その時に何が起こったか分かるように、その祭りの大いなる日、水を汲んできてその神殿の岩に水をかける時、イエス様はそこに立って宣言したんです。誰でも乾いてるなら私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は命の水が腹の奥底から川のように流れ出るようになる。これは後にキリストを信じる者が受ける聖霊のことを言っているのである。イエス様は私たちを満たすために十字架の上でどうなられたんでしょうか。乾ききったんです。私は乾くって叫びました。そしてイエス様が完了したと叫んだ時に、私たちがよく知っている通り神殿の幕が真っ二つに裂けた。でもマタイの福音書にはもう一つ書かれているんです。岩が裂けたって書かれているんです。その岩とは何でしょうか。神殿の幕が真っ二つに裂け、岩も同時に裂けた。第一コリントの10章を読むと、その岩はキリストであると書かれています。そしてその岩から出る水を私たちが飲むということがですね、書かれているんですね。旧約聖書 あのエジプトを出たイスラエルの民から引用してパウロがそのことを解き明かしています。それは何を意味しているのかというと、裂かれたイエス様の体を通し私たちに聖霊様を受ける恵みが与えられたということです。イエス様こそがこの地上に私たちを救うために使わされたものであり、そしてイエス様は天に戻るとき、もう一人の助け主をあなた方のところに使わしますと言いました。その方は聖霊様です。だからヒゼキヤはこの水路を通したときに、ただ水を通す事業をしただけではなく、使わされたものが後に来る。それは実はこのヒゼキヤの血族からイエス様は、血は実際にはつながってないんですけど、この血族の中からイエス様はお生まれになるんです。王の子として後に使わされたものが来る。その啓示によってした事業だったので、神様はそのことを評価したんです。さらに彼は将来のことも見ていました。イエス様は後に戻ってこられます。イエス様の足がオリーブ山の上に立つとき、何が起こるんでしょうか。オリーブ山が裂けて、そしてそこから水があふれ流れて東の方と西の方に流れていく。そしてその水の流れ行くところは全て生きたものとなる。全てのものが生きるようになる。その水の源泉となっているのがこのギホンの川の流れなんです。だからヒゼキヤは初めに来られるイエス様と同時に、後に来られるイエス様、その姿まで見て、この水の流れをエルサレムの神殿の下を通しました。それなので神様はこのことを最も強く評価しておられるんです。今日のこの御言葉のテーマは、私たちがどの水を愛するかということです。天にある水を求め、聖霊の満たしを求めるのか、この地上の水、この地上の教えを愛するのか。ヤコブの手紙に移りたいと思います。ヤコブの手紙の今日3つの箇所だけ開きます。今読んだ歴代史、そしてヤコブの手紙、そしてイザヤ書。ヤコブの手紙の3章、だからヒゼキヤの人生から私が学ぶところは、もちろん偉大な礼拝をすることは重要です。でも主が求めているのはサイズが問題ではないということです。どれだけ私たちが豪華に、また本当に力強い礼拝を捧げ、たくさんの人々が集まり主の御前に礼拝捧げたとしても、もちろん主はそれを喜んで受け取ってくださいます。でも主が願っているのは、主の声を聞いて主の心を行うことです。主の啓示を受けてそれを成し遂げること。どれだけ偉大な大きなことをしたとしても、主の願いを成し遂げることができなかったなら、私たちの人生の評価はですね、ただこの地上の名誉だけで終わってしまいます。皆さん、本当に主が心から願っていることをしようでありませんか。それはヒゼキヤがしたように、地下の奥深く人の目には見えないことかもしれません。人の目には大きく評価されないことかもしれません。しかし主は私たちに語り、私たちが忠実に成し遂げるとき、それを知り、そして
この最も麗しい評価を与えてくださいます。よくやった、良い忠実なしもべだ。聖書の中でしもべと子供っていう言葉は時に同じこの意味を表す言葉として使われていることがあります。それなので私たちはしもべであり主の子供なんです。よくやった、良い忠実な我が子よ。その言葉が父からかけられるとき、一切の苦労の涙はもう溶け落ち、私たちの悲しみは過ぎ去り、私たちにもう永遠の報いが受け継がされることとなる。皆さん、そのことを期待して待ち望むでありませんか。それなのでこの地上で人目につく大きなことだけではなく、人知れず神様の心を受けて毎日の生活の中で行い続けていきましょう。そのためにはどの水を選ぶのかということ、天にある水、この地上の水、主は見ておられます。毎日の生活の中でどのような水を飲んでいるのか。あのギデオンの勇士たちが、ギデオンが角笛を吹き鳴らしたときに、皆さん、ギデオンっていう人物は旧約聖書の史式に出てくる人物ですけど、もう弱かったんです。最も小さい部族、最も弱い民族、その部族の中の一番下のものでした。隠れて敵を恐れて、この穂をですね、買っていたんです。穂の実を取っていたんです。その時に御使いが現れてギデオンに呼びかけます。勇士よって言うんです。ギデオン周り見渡したでしょ、見渡したでしょ、きっとどこにいるのかと。この御使いが言っている勇士は一体どこにいるのかと思いました。しかし御使いはギデオンに言ってたんです。お前が勇士だ、お前が大勇士だ、あなたが立ち上がりイスラエルを救いに導くんだ。ギデオンは最も弱いものだったんですけど、神様の力を受けてミディアン人を倒すために立ち上がる勇士になりました。皆さん、今の時代において私たちも神様の声を聞き、自分はたとえ過去の失敗の家に弱いものと思うかもしれません。自分の持っているものによって自分を評価してしまうことがあるかもしれません。しかし神様は私たちのことを勇士よと呼んでくださっていることを感謝しようでありませんか。大勇士よと。そしてローマ人の手紙の8章にはイエス・キリストの十字架の救いを通して私たちは圧倒的な勝利者とされた、そのように約束されています。私たちはいろんな試練や問題の中にあってもキリストにあって勝利者とされているということを感謝しようでありませんか。そのためには主の声を聞くということが重要です。そしてギデオンは立ち上がり角笛を吹き鳴らした。その時3万2000人の軍勢が集まってきたんです。でですね、戦いにもう3万以上いたら勝てるだろうと思いました。しかし神様が言うんです。多すぎるって言うんです。恐れている者は全員帰らせなさいと。3万人の人々たちがもう声を上げ勇士として集まっている、恐れている人がいるのかって思うようなもうムードが高まってます。でギデオンはですね、念のために言ってみました。500人ぐらい帰るだろうと思ったんです。恐れている者はみんな帰りなさいと。数十人は帰るかもしれないと思いました。しかし実際帰ったのは2万2000人帰ったんです。どれだけの人数を恐れていたのか。3万2000から一気に1万人に下がりました。でも1万人いたらまだ十分です。1万人で戦うことができる。進んでいくと神様からの声が聞こえたんです。ギデオンは正直聞きたくなかったでしょう。主よ、何でしょうかと。多すぎる、またその声ですかと。減らしたばっかりじゃないですか。3万2千人から1万人になったんです。これ以上減らしたらどうやって戦うんですか。それでも神様は、多すぎる、あなた方が人数で勝った、自分たちの力で勝ったと言わないために、私の栄光が表されるために一つの判別をこれからします。彼らに水を飲ませなさい。その中でもう我先にと言って水を飲んだもの、そこに横ばいになって水を飲み、犬のように口をつけながら水を飲んだ者は全員帰らせなさい。そして水を飲ましたんですね。その結果ちゃんと水をすくって飲んだ勇士はなんと1万人中300人しかいなかったんです。300人だけで戦いに行くことになります。これは何を意味しているんでしょうか。なぜ神様は水の飲み方で勇士たちを選んだんでしょうか。戦争の時は緊急時です。喉も渇きます。イスラエルにおいて水っていうのは貴重なものです。だからその水がある時に我先にと人々を押しのけて飲む者たち、また犬のように飲む者たち、その者たちは日頃の習慣からそのような性質を持っているから緊急時にもそのことが現れるんです。
でも水を手ですくって飲んだ者たちはなぜそのようなもう必要があるときにそうしたのかというと、毎日の生活の中でそのようにしているから、毎日の習慣がそこで現れることとなったんです。これは新約聖書の時代何を意味しているのかというと、水っていうのは一つ聖霊様です。聖霊様の水の洗いをもって私たちは清められた。聖霊の洗いをもって清められ更新され続けている。テトスの3章にそのことが書かれています。日頃の生活の中で聖霊様を歓迎する生活があるでしょうか。聖霊様あなたをお迎えします。聖霊様あなたは大切なお方です。あなたの声を聞きたい。あなたを悲しませることはしたくない。あなたの御心にかなう歩みをしたい。聖霊様今日一日のすべての中にいてください。1時間たりとも1分たりとも1秒たりとも主を離れて私は何にもすることはできません。すべての中に聖霊様来てください。そのように聖霊様を大切に扱う心あるでしょうか。さらにもう一つ水とは御言葉のことです。エペソの5章に御言葉の洗いをもって私たちはシミも傷もないものにされたということがあります。そうです、御言葉を毎日大切に扱い、主よあなたの語る言葉は本当に真実です。あなたの言葉をもっと知りたいです。今まで知っていた御言葉だけでは足りません。知識として御言葉を知るだけではなく、御言葉の中にある主の心と出会いたい。御言葉を通してイエス様ご自身と出会いたい。だから主の祈りの中心は、日常の糧を今日も与えてください。今日もその糧が与えられるように。それはただパンが与えられ、食べ物が与えられ、着るものが与えられ、仕事がうまくいくだけではありません。その祈りの中心は誠の糧であるこの御言葉を悟り知りたい。御言葉の中にあるイエス様と出会いたい。だから今日も、昨日までも御言葉を読みました、昨日までもイエス様と出会いました、しかし今日新しくイエス様と出会わさせてください。今日御言葉を教えてください。その切なる祈りを持って御言葉を読むとき、今まで何十回読み何百回読んだ聖書の言葉からも神様は今日新しい語りかけを与えてくださることとなります。それなので毎日の生活の中で聖霊様を愛し、御言葉を愛する歩みをしている。その人々はいざ主がゴーサインを出したとき、主が戦いの合図を出したときに最後まで戦い抜く勇士になります。もし表面上は立派なクリスチャン生活を送っていて、表面上は何か素晴らしい信仰者のように思えても、御言葉に従順することや聖霊様に従うことを毎日してなければ、いざということがあったとき、トラブルがあったときに、まず一番最初にもうこんなのはやめたと言って本当に出ていくものになるかもしれません。もし何かがあったときに、私たちはすぐに自分の肉の性質を出してしまうものになるかもしれません。だからですね、本当に日々聖霊により御言葉により取り扱われるということは重要なことです。主は今私たちを判別しておられます。毎日の生活の中でどのように御霊の水を飲んでいるのか、御言葉の水を持って清められているのか。もう夏の期間は皆さんお風呂に絶対入りますよね。毎日入りたいはずです。それと同じようにですね、私たちは御言葉を読むときに神様の水を持って清められていくんです。ちょっとテストしてみてください。3日間ぐらいちょっとお風呂に入らないというテスト、そしたらどういう匂いがするでしょうか。信じられないような私たちの肉から出る香りがですね、漂ってきます。でですね、シャワーに入ると私たちはその肉の性質が取られて新しくされるんですね。同じようにもし1週間御言葉を読まないでこの場所に来ているなら、皆さん私たちのもう内側から本来の生まれながらの性質、肉の性質が香り始めているんです。皆さん今日御言葉によって清められるようでありませんか。そしてお願いしたいことがあります。毎日御言葉のシャワーを浴びましょう。毎日聖霊の水で洗い清められましょう。これを毎日やり続けるんです。その時私たちの内側からキリストの香りが放たれるようになります。全ての人間関係の中にもう怒りや苦みを本当に湧き立たせるものではなく、主の愛の香りが、主の救いの香りが、主の中にある麗しい人格が私たちから溢れてくることとなります。そのためには毎日継続的に御言葉と御霊によって新しくされること。ヤコブの手紙の中には3章にそのことがですね、
2つの種類の水が書かれています。3章の9節から11節代表してみます。私たちは舌を持って主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪います。賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりません。泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き上がらせるというようなことがあるでしょうか。まあ、12節まで見ます。私の兄弟たち、イチジクの木がオリーブの実をならせたり、ブドウの木がイチジクの実をならせたりするようなことはできるでしょうか。塩水が甘い水を出すこともできないことです。ヤコブはこの私たちの口から出る言葉っていうのを水という表現で表してるんですね。甘い水と苦い水。私たちの体のもう多くは水でできています。だから毎日何を飲むかが私たちのこの体質を作っていくんです。もし毎日コーラを飲み続けたらどうなるでしょうか。皆さん、コーラの砂糖量って見たことありますか。この前何かそういうのを見たんですけど、もう信じられないほど1本のコーラに砂糖が入ってるんですね。だからそれを毎日飲み続けるなら何が起こるかというと、それにふさわしい体質になっていくんです。毎日ラーメン食べ続けるなら何が起こるでしょうか。私たちの教会の近くにですね、本当に恐ろしいラーメン屋さんがあるんですね。ラーメン二郎というですね、ラーメン屋さんがあるんです。私はそこはなるべく行かないようにしてるんです。そこは本当に信じられない量のラーメンがあってですね、そして恐ろしい量の背脂が入ってるんです。そして恐ろしい量の化学調味料が使われ、そしてそれを食べ始めるならみんな中毒になっていくんですね。でそれをレポートして毎日1日1食は必ずそのラーメンを食べるっていう人がですね、ブログを書いてました。でですね、約3年間ぐらいでしょうか、毎日毎日更新し続け、その人のポリシーはラーメンを全部食べてスープまで飲み干すっていうですね。そして飲み干した写真をアップするんです。ひどい時には1日2回そのラーメンを食べます。ものすごい量のラーメンともやしと背脂がある。しかも全部多めでお願いしますと、背脂多め、本当にこのもやしやラーメンも多め、そして味も濃いめでですね、そのブログを更新してたんですけど、ある時からピタリと更新が止まってですね、全く更新されなくなったと。それなのでそのブログを見ていた人の間では、もしかしたら何かおかしなことが体に起こったんではないかと、急にもう病気になったんではないか、そのような憶測がですね、本当に出ているという話を聞いたことがあります。とにかく毎日口に入れるもの、飲むものが私たちの体質になっていくんです。もし私たちが本当に中毒になるようなものを、また体に悪いものを飲み続けるなら、それが私たちの体質になり、そして後にそれは病をもたらす原因になります。でも良い水を飲み、良い飲み物を飲むなら、私たちの体質は本当に健康的な体質へと変えられていきます。霊的な領域においても同じです。私たちの口の言葉というのはここで水って表現されています。この口から主を賛美する、そのような言葉が出てきて、でも同じ口から人々を呪う、その言葉が出てくる。これは甘い水と苦い水、両方が湧き立つことは良くないことであると、ヤコブはここに書き記しています。皆さん、私たちの口の言葉を何度もチェックし、主の御前に捧げようでありませんか。私たちが話している口の言葉に応じて、私たちは身を結ぶことになります。もしこの口からいつも噂話、人に対する批判、また呪いの言葉が出ているなら、私たちはそれにふさわしい身をこの人生に結んでしまうこととなる。しかし私たちの口が主に対する賛美、主を褒めて耐えること、人々に対する取りなしの祈り、それを湧き立たせるなら、それにふさわしい実を結ぶこととなります。どっちの実を結びたいでしょうか。箴言の中には、人のこの人生は舌に支配されているということが書かれています。舌によって左右される、この口の話す言葉の通りに命から実を刈り取り、ある人は死から実を刈り取ることとなる。そして何度も継続的に言っていますが、この清さと舌の言葉、口の言葉というのは密接に関わっているんです。聖霊様を悲しませるのも、私たちの口から悪い言葉が出るとき、聖霊様を悲しませるんです。エペソの手紙の中には、その悪い言葉、
もう汚れた話、下品な冗談、それがすなわち偶像礼拝であると書かれているんです。だから私がもう継続的にこの口の言葉を持って汚れたことを言ってるなら、それは自分の欲望が心の中心にある状態、そして聖霊様を悲しませることとなる。その結果聖霊様の油注ぎや聖霊の働きがなくなってしまうこととなるんです。第一テサロニケの5章には、いつも喜び絶えず祈り全てのことについて感謝しなさい、これこそがキリストイエスにあって神があなた方に願っていることである。そして続く言葉には、聖霊を消してはならないと書かれています。別訳には、聖霊様をとどめてしまってはならない。だからこの逆をするなら聖霊の働きは止まります。聖霊様は私たちの人生を通して働くことができなくなってしまうんです。いつも不満ばっかり言う、全く祈らない、すべてのことについて文句を言う、もしそれを私たちの生活の中でするなら、主の御心から私たちは離れていきます。そして聖霊の働きがなくなっていくんです。それなので皆さん、今日今一度私たちの口をイエス様に捧げるということを決心しようではありませんか。この口を通して主を褒めたたえる、この口を通して神の言葉を語るということ。でもショックなことに、このヤコブの手紙の前半読むと8節なんて書かれていますか。しかし舌を制御することは誰にもできません、それは少しもじっとしてない悪であり死の毒に満ちています。そこまで言わなくてもいいんじゃないかなと思うんですけど、しかしですね、聖書ははっきりと、私たちは舌を自分で制御することはできない。そうですよね、本当に私たちはもう決心し、もうこの口から悪い言葉を出さないと思うんです。でも人々との会話の中に思わず言ってしまう言葉、噂話、批判する言葉、そういうのが出てしまうものなんです。だからこそ絶えず悔い改めを持って御言葉により清められていく必要があります。毎日この思いが更新されていく必要があります。失敗しない人は一人もいません。でも大切なのは、主の御前にそれを正直に認めて新しく作り変えていただくことです。そして私たちの舌はじっとしてない悪なので、聖霊様がこの舌をコントロールしてくださいます。御霊の言葉によって祈ること、威厳で祈ること、また聖書の御言葉を朗読すること、これは第二礼拝の中でも言ったんですけど、ぜひ皆さん本当に御言葉を朗読してみてください。これを口に出して読むんです。ただ目で追うだけではなく、これを口に出して宣言していく。それをするなら1ヶ月後、2ヶ月後、3ヶ月後、半年後、皆さんの中に信じられないほど神様の豊かな実が結ばれることになります。私は蒔いた種を刈り取ることとなるんです。御言葉の種を蒔くなら、その御言葉にふさわしい実を刈り取っていくこととなります。ひまわりが育つのを願うのに朝顔の種ばかり蒔いてたら、皆さん何が起こりますか。どれだけ何万粒蒔いても奇跡、ひまわりが起こる奇跡は起こりません。なぜならそれは朝顔の種を蒔き続けているからです。もしひまわりを見たいと願うなら、ひまわりの種を蒔く必要があるんです。なぜ私たちは願っているけど自分のものにならないんでしょうか。求めているけどその現実を見ることができないんでしょうか。それは私たちが蒔いている種に原因があるんです。もし神の国を見たいと願うなら、主の約束を受け取り、その現実を見たいと願うなら、私たちの口の言葉を持ってこの御言葉の種をまいていくこと、祈りの種をまいていくこと、祝福の種をまいていくこと、取りなしの種をまいていくことです。そのまいた種にふさわしい実を私たちは刈り取っていくことになります。それなので、この下の言葉を持って命を湧き立たせるということ、じっとしてない下、それを聖霊様どうか収めてください。下の弱さがある、全員ありますね、私たちは。特に女性が強いと言われてるんですけど、女性だけではありません、男性もこの下の言葉っていうのは弱いはずです。だからですね、大切なのは、私がどれだけ完璧な下を持っているかということよりも、自分の弱さを認めて、主よ、私はこの下をコントロールする力がありません、私の口は思わず悪いことを言ってしまいます、人から怒られたらもう本当にその怒りの反応を返してしまいます、嫌なことがあるとき、もう人に対して嫌な言葉を使ってしまいます、それがダメだと分かっていても、私の中にそういうことを言ってしまう弱さがあります。それを今日十字架の前で正直に認めます。どうかあなたの十字架の血潮を持って、私の口を清め、そして私の口に新しい言葉を与えてください。聖霊様の言葉を与えてください。
人々を本当に破壊する言葉ではなく命をもたらす言葉を与えてください。そのように願うとき、主は私たちの口に触れ、そして新しい舌を与えてくださることとなります。そしてもう聖霊様、あなたにハンドルを委ねます、舌を委ねます。どうかあなたが導いてください。そのように言って異言で祈り始めるとき、1時間2時間もしこの御霊の言葉で祈るなら何が起こるでしょうか。皆さん、私たちはその言葉が理解できなくても聖霊様がハンドルを握り、私たちの人生を導いてくださるんです。祈りを導いてくださるんです。私たちがハンドル持つよりも神様がハンドル持った方がはるかに正確な道を進んでいきます。はるかに最短距離を進んでいくことができます。だから多くの人々は言います、祈っても何の意味があるのかと言います。祈りをする時間があったらもっと働きをしている方がうまくいくではないかと。でもはっきり言えることなんですけど、どんなビジネスマンであったとしても、学生であったとしても、ミニストリーをしている人であったとしても、祈りがなく働きをするよりも祈りを中心に持ってきてきた方がはるかにその道は早く進むようになります。神様はビジネスの中においてアイデアを与えてくださるでしょう。学生の中においても実際的に勉強する力も賢さっていうのを主が与えてくださるでしょう。ミニストリーにおいても、私が本当に労力を払い、もう少しの身しか得ることができない、それが私の力がする働きです。しかし聖霊様が働くとき、私たちはもう本当に主に信頼し、主ご自身が押し出してくださり、多くの刈り取りを経験するようになります。それなので、全ての私たちの歩みの真ん中に祈りを持ってくる、主により頼むということを持ってくる。どっちの水が湧き出るか、主の影響を受けて主の言葉を語るのか、この地上の影響を受けてこの地の言葉を語るのか、書かれてますね。13節から見ていきたいと思います。一緒に読みましょう。13節、はい。あなた方のうちで知恵のある賢い人は誰でしょうか。その人はその知恵にふさわしい柔和な行いを良い生き方によって示しなさい。アメン。そうです、私たちの中にある知恵、また私たちの中にある主の力っていうのは生き方によって証明されるんです。どれだけイエス様信じてる熱心な本当に信仰を持ってるって言っても、生き方でそれが表されなかったらその信仰は死んだものなんです。ヤコブの手紙のメインテーマは御言葉を実行するということです。自分に与えられている信仰を行動を持って表す、これはコインの表裏みたいなものです。聖書の言葉は全部を通してその真理が明らかにされます。パウロは全くこれと逆のことを言ってるんですよ。ヤコブの手紙に書かれているのと、人は行いによって救われるのではない、信仰によって救われるのである。皆さん、これは真理ですか。真理ですね。私たちは何か良い行いをしたから、何人の人々に慈善活動をし、そしてどれだけの人々を助け、多くの人々を救済し、病気の人々に仕え、そして貧困の地域があるところに食物を運び、それら素晴らしいです。素晴らしい働きです。でもそれらやったからといって救われるわけではありません。世の中の宗教というのは、あなたが頑張ればいつか救いに到達するだろうと言います。だからですね、確信がないんです。絶えず絶えず恐れによって頑張らなければならない。で、自分は救われるかもしれないし救われないかもしれないという恐れにいつも心の中が縛られます。でも私たちの救いは、何か良いことをしたから救われたわけではなく、イエス様が十字架にかかってくださった、その十字架の上で私たちの全ての失敗を、痛みを、肉の性質、罪の性質をイエス様が担ってくださった、そのことを信じる信仰によって私たちは救われてるんです。だから私たちは救われてから良い働きすることはないんでしょうか。そうではありません。イエス様の愛を受ければ受けるほど、それを表さずにはいられないんです。イエス様の愛を知れば知るほど、このお方が歩んだように共に歩みたい。だからある人々は本当に貧しい人々に対しての重荷を持って、貧しい人々に対する働きをします。病の人々に対する重荷を持って、病の人々に対する働きをします。失われた魂に対して重荷を持って、その人々のために涙を流し祈り、またその人々のところに出て行って福音を伝えるということをします。それによって私たちはポイント稼ぎをしているわけではありません。主よ、よくやりましたよ、私は見てますか、今日本当にこんなに使えてるんですよ、もう何人救いに導きました、ポイントが高くなりましたね。いつか私が主の前に行くとき、必ず私に聖なんとかっていう名前が付けられるはずです。聖信号
聖誠聖匠でもそこまで満たなかったらどうしたらいいかというと、聖人から清さを借りてきたらいいんです。私には足りないから聖誠のところに行って、この出たポイントをちょっともらってくるんです。そして私の清さが高まり、そして天国に行く。実際にそのような教えがですねあるんです。でもですね、私たちは何かポイントによって聖になるわけではありません。すでにキリストの血潮によって清められたんです。イエス様の恵みによって私たちは清いものとされたんです。あなたは聖なるものだと主が呼んでくださってるんです。だからこそ私たちはその主が言ってくださっているアイデンティティ、自分の価値観に基づき清い生活を愛するようになるんです。主が愛してくださったその愛によって人々を愛することができるようになるんです。だから私たちは行いによって救われるわけではない、信仰によって私たちは救われるんです。じゃあヤコブは、ヤコブの手紙の中で信仰によるんだけではないと、行いによって私たちは救われるんだと言ってるんです。皆さん、このヤコブの手紙っていうのはギリギリだったんです。知ってますか？聖書の歴史の中でもう何度も何度も会議が開かれて、これを取り除こう、いや入れよう、取り除こう、入れよう、取り除こう、入れよう、何度も何度もその会議がなされました。最終的に一票の差で残ったんです。でもこれが本当に重要だったんです。ヤコブって誰でしょうか？イエス様の弟です。一番幼い頃からイエス様を見て育った男です。その人がイエス様の生き方を見て、彼こそ御言葉だったと認めたんです。彼には表も裏もない、幼い頃から全ての人生をかけて御言葉を表し、御言葉の中を生きていた。彼自体が御言葉であった。そのことを見たとき、生活の表裏っていうのはない。私たちは信じることを行う、それによって救いを確かなものとする、それによって私たちが救われたものであるということが証明されることとなるんです。皆さんですね、家にダイエットの本とかいっぱいありますよね。エクササイズの DVD とかもう山のようにあるんじゃないでしょうか。でそれ買ってすごく健康になった人って言いますか？私はエクササイズのビデオを買ってものすごく体がもう整え、鍛えられて元気になったっていう人いますか？じゃあただあるだけっていう人、ただ我が家に、はい、ありがとうございます。正直に言ってくださったことを感謝します。そうです、それ私たち期待して買うんです。もうこの一本買えばあなたは本当に健康的な体を得ることができる、もう2週間で10キロ痩せますとかですね、そういうことを言って買うんですけど、実際には買っても2週間で10キロ痩せないんです。なぜでしょうか？ものすごくハードなんです。でそれ実際にやるのはすごく大変なんです。で私たちは1回やってもう疲れた、もう糖分いいと言ってそのまま DVD は1回やったきりしまわれて終わります。1回やればいい方ですけど、1回もやらないでなんか買っただけで満足するみたいなところがあります。学生もそうですよね。頭がより良くなりたい、勉強したいと思って何かこう参考書買うんです。でこれこそなんかもうこれ一冊で他のいらないみたいな、もうタイトルがいっぱいあるんです。私も何冊英会話の本持ってるか分かりません。この一冊でもうネイティブスピーカーになれるみたいな本買います。しかし未だにネイティブスピーカーになってません。なぜでしょうか？買っただけで満足するからです。買って何か得たと思うんです。でもエクササイズにおいても学びにおいても買うだけでは効果出ないんです。それを実際にやった人だけがその効果を得ることとなります。信仰も同じです。私たちが頭で理解するだけ、知るだけではなく、それを実行するときにその信仰に伴う実を結ぶこととなります。だからヤコブの手紙の中心のメッセージは、信仰を持つだけではなく、それを実行しなさいということです。それを通してその信仰が目に見える形で明らかにされる。そのようなので、この13節もう一度見てみてください。私の中にある知恵、賢さ、主にある柔和さ、その主にある人格っていうのは、その知恵にふさわしい柔和な行いを良い生き方によって示しなさい。皆さん、柔和っていう意味はどういう意味でしょうか？柔和っていうとなんか弱々しいというイメージがしますよね。柔和っていうのは本当にこの
何かもうへりくだり、そして何か弱くか細いようなイメージを受けます。で皆さん、柔和さっていうのは一番強い力強さです。なぜかというと、柔和っていう言葉の別の意味は力があるけどその力を制御する力があるということです。力があるんですけどそれを制御することができる、コントロールすることができる強さがある。私はですね、このユースのキャンプに行ってきたんですけど、そこのユースのキャンプでですね、若者たちに腕立て伏せをさせました。突然もメッセージの途中で、なんか降ってきてですね、アイデアが。そして腕立て伏せをしようって言ったんです。でみんなに10回腕立て伏せを早くやってもらいました。そして10回早くやって、みんながあー疲れたって言ってる時に、もう1回さらに10回チャレンジしたんですね。今度の10回はゆっくり腕立て伏せをしました。でどっちの方がしんどいでしょうか。はい、ゆっくりです。トレーニングっていうのは実は早くやるよりもゆっくりやることの方が辛いんです。皆さん、こう手をですね、床について足を伸ばして1分間キープしてみてください。家に帰ってやってみてください。寝転がって手を床について、体を伸ばして1分間だけキープする。目の前に時計を置いてそれを1分間やってみてください。1分が永遠のように感じます。こんなに長い1分があるのかと。もう1分経っただろうと思って目を開けたら20秒しか経ってないんです。本当に20秒と、私がいつも感じている20秒と全然違うと。もう45秒ぐらい来た時にも体が震え始めて、もう50秒ぐらい来たら早く10秒終わらないかと。そして1分経つと、ああようやく終わった、すごく長い1分間に感じます。そのように私たちは何かをキープするっていうことはすごくエネルギーが必要なんです。何かを早くやる、それ以上に私たちはそれをしっかりと収め、しっかりと担い、それを本当にじっくりと持つということには力が必要なんです。柔和さっていうのも私たちにある知恵とか知識、それを早く語ることはできます。人々にそれを言うことはできます。人々にもう解決、もうこうしてこうしてこうしてああしなさいというのは簡単です。でも私たちは時にはそれを言わないということ、それを抑えるということ、言い返すことは簡単かもしれません。真実なことを伝えて、あなたのどこが間違っているかということは必要かもしれません。でも時に私たちはそれを抑えて、その人が人格が立て上げられて、何か答えを得る以上に人格が立て上げられ、主の愛の中で真理へと導かれていく。そのために私たちは時に自分の持っている意見とか思いとか知恵を制御しなければならないこともあるんです。それなのでですね、もし知識だけでクリスチャン生活を歩むなら、私たちは職場の人にとっても周りの人にとっても何かもうよくわからない聖人が来たと思われるでしょう。ああもうあの人が来るともう雰囲気が悪くなると、いつも御言葉を持って裁きばかりする。どこだけ間違っているかっていうのを言い表す、それは柔和さのない知識です。しかし私たちが本当に知恵を持つときに、その必要なときに塩味の効いた言葉を言うことができるようになります。それなので知恵のある人はそれにふさわしい柔和な行いを良い生き方によって示しなさい。で14節から16節まで、この地上に属する知恵というのがあります。14から16一緒に読みましょう。はい。しかしもしあなた方が心の中に苦い妬みと敵対心があるならば、誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し肉に属し悪霊に属するものです。妬みや敵対心のあるところには秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。アメン。そうです。この知恵っていうのは、敵対心やもう苦い妬みが起こる、そのような知恵っていうのは上から来たものではないと。それは地に属し肉に属し悪霊に属するものです。どれだけ知恵があっても人々の中に分裂をもたらす、人々の中に死をもたらす、人々の中に神様を愛する心ではなく神様に背く心をもたらす、それは上からの知恵ではないと聖書は言っています。ここで皆さん、上からの知恵、そして下の知恵、二つ分けられているということを覚えようではありませんか。ヤコブはこの話に入るときに水の例えをしましたね。甘い水と苦い水、そしてここでは上からの知恵と地に属する知恵、それは何を意味しているんでしょうか。創世記の初めに神様は
上の水と下の水に分けたと書いてるんですね。創世記一章は区別するっていうのがポイントです。上の水と下の水を区別した、そして光と闇を区別した。区別するっていうのは本当に分けるっていうことです。ではなぜ上の水と下の水を分けたんでしょうか。上の水は聖霊様による影響、聖霊様による知恵です。でも下にある水っていうのは、これはここに書かれている通り肉的な知恵、悪霊に属するもの、世に属するもの。黙示録を読むと、その海下にある大水から反キリストが出てくるということが書かれています。人の知恵っていうのは絶えず神に敵対します。神様に従順しようとはしません。今ですね、このトランスヒューマニズムっていうのがですね、すごく前進していってるんですけど、そういうこと知ってる人いますか？あまりいないですね。ありがとうございます。アメリカの次期大統領候補で立候補した一つの党も、トランスヒューマニズム党っていうのがですね、あるんですね。それは何かというと、人間と機械が一体になるっていう考えです。人間の中に人工知能を入れて、普通の脳の使い方ではなく、もっと優れた脳の使い方になる。そして人工の、この臓器などを入れて、人間が死ぬことなく、この機械と人間が一体となって、そしてもう全能の知恵と全能の力を手に入れるという、これがそのトランスヒューマニズムという教えを見ると、これが次の段階の進化であるって言ってるんです。人間が新しい段階に進化して、神の領域に人間が近づくっていうですね、そのような教えがされてるんですね。また神の粒子っていう言葉聞いたことありますか？今そういう研究がヨーロッパでなされてるんですけど、粒子と粒子をぶつけ合って、そして宇宙が誕生した時にできたその現象をもう一度再現しようといって、ものすごく大きな機械が作られて、もう信じられないようなこの電力を使って実験がなされています。全ての科学の行き着くところは神の領域に達そうということです。私が今この人類の与えられている限界を超えて神の領域になりたい、神のような力を持ちたい、それがこの地上の知恵というものです。神に反対するんです。神に背くものです。自分が神のようになろうとする。さらにですね、平和においても本当にあらゆることが言われるでしょう。もう宗教のあらゆるものが喧嘩し合ってる、だから宗教を統一することが私たちにとって平和なんだ。国々の経済があまりにも、もうギリシャがおかしくなったり、南米のプエルトリコがおかしくなったり、中国の株価が落ちたり、もう経済のあらゆる問題が全世界で起こっている。だから経済を統一することが私たちにとって安全な未来を築くことである。戦争もありとあらゆる国々で起こる。だから政府がもうバラバラになっているから、そのような戦争が起こる。政府が一つになることこそが、私たちが将来生き残っていく平和の道である。そのように今間違った一致運動というのが起こっています。全ての宗教、全ての経済、全ての政治を一つにする。しかしそこに代表者として世界に平和をもたらし立つ人物は一体誰でしょうか。聖書の御言葉を読むと、それがすなわち反キリストである。そのようにですね、私たち知ることができます。だから誰かがやってきて、平和だ、これこそ平和の道、平和のプログラムだということを宣言したとき、皆さん気をつける必要があります。なぜなら第一テサロニケ5章には、人々が平和だ安全だと言っているときに、突如として滅びが私たちのうちにやってくるからです。だから今私たちは本当に目を覚まして、世界に起こっていることも見ながら、でも御言葉が何を言っているのか、たとえ世の中の状況がどのようになったとしても、御言葉は変わることがない真理である。御言葉に立って私たちは生きようでありませんか。目を覚まして今の時を悟ろうでありませんか。それですので、この地上はもうそのような人間の知恵というのに満ち溢れているんですね。それは決して主に属するものではなく、この地上に属するものである。そのことをここから読むことができます。しかし17節から18節、上からの知恵、上からの水、聖霊によって与えられる影響というのはどういうものか、3章の17節18節一緒に読みたいと思います。はい。
しかし上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い御とに満ち、エコひいきがなく見せかけのないものです。木の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれます。アメン。そうです、上からの知恵はまず第一に純真、清い、自分の利益のために何かをし、自分が有名になるために何かするのではなく、神様を愛する清さから全ての行動がやってくるということです。そして人が作る偽りの平和ではなく、神の国の平和をもたらす。皆さん、平和って言葉はギリシャ語ではエイレーネです。で、ヘブル語においては平和って言葉は何でしょうか。はい、シャロームです。私たちはよく忘れてしまうんですけど、ぜひ挨拶するときにシャロームって挨拶しましょう。お互いに絶えずこの平安、平和を宣言していくんです。で、この平和っていうのはよくどの宗教でも言いますね。世界人類が平和でありますように、私は平和を追い求める、そのような宗教です。私たちが願っているのは平和です。しかし人が作り出す平和っていうのは、どれだけ頑張っても真の平和を作ることはできません。このシャロームっていう言葉の第一の意味は、神様と私人間の間の和解です。主に愛されていることを知っている、そして主を愛することを知っている、その者たちが真の平和を作り出すことができます。シャロームって言葉の中には、神様との関係の和解、人間関係の和解、また病からの癒しっていうのも実はシャロームっていう言葉の中に含まれています。そしてシャロームって言葉の中には、経済の領域においても回復するってことです。つまりそれは何を意味しているのかというと、初めに神様が人を作った時にエデンの園に置かれた、そのエデンの園にあった状況がこの時代に回復するということです。それは全て神との平和から生まれ出される産物なんです。それなので、この初めに清さ、そしてシャローム、主との和解、さらに寛容、温順、また憐れみと良い身に満ち、エコ引きがなく見せかけのないものです。寛容さ、温順さっていうのはですね、本当に私たちに必要ですね。私自身にとっても必要です。本当に良いリーダーになろうと努力するあまりに、人々を判断してしまうことがあるんです。絶えず悔い改めなければならないんです。そして主の前に願い祈ることは、主よ、良いリーダーになるんではなく、良い父の心を持ったものにさせてくださいと祈ります。人々が難しい状況の時にも信じる心をください。自分自身も難しい状況の時に、本当に主よ、あなたが信じてくださっているのと同じように、どんな人が困難な状況の中にある時にも、その人々の中にある神様のプランを見るものにさせてください。皆さん、私たちの中にその寛容さが与えられますように、主から来る温順さが与えられますように、すぐに人々をも判断しない、人々をすぐに罪に定めない。聖書は、あなたが何者だというので神のしもべを罪に定めるのですかと書かれています。その人が立つのも倒れるのも主の御心次第ですと。そして主の御心は、その人々が立ち上がることですと書かれています。それですので、私たちの労力を人を倒すために使うんではなく、人々が立ち上げられるために使おうではありませんか。だからですね、いろんな教会の噂話や、いろんな問題が起こると聞くとき、分裂した教会、また牧師が問題を起こした教会、ありとあらゆる教会の噂話を聞きます。そのとき、私たちの心に妬みの心があるなら、それを喜ぶんです。それをなんか噂話のようにして楽しむんです。ああ、やっぱりあの大きな教会ダメだったか、あの牧師はダメだったか、あの働きずっと前から私は悪いと思ってた。そのようにですね、すぐに私たちは教会を攻撃する側に回ってしまいます。でも、はっきり覚えたいことは、教会を建てたのはイエス様ご自身です。もし私たちが教会の文句を言うとき、キリストの体の文句を言ってるんです。皆さん、こう言われたらどうですか。あなたの右手は素晴らしいけど、左手はなんて素晴らしくないんだと。あなたの右手はものすごい筋肉だけど、左手のその貧弱さは一体何なんだと。あなたの上半身はすごく好きだけど、下半身をもっと鍛えた方がいいですよ。足腰が弱いです。本当にもう足がもう細くて立つことができない。そのように言って、私たちはこの左右対称、上下を比べることはできません。体全部が健康になったとき、その身体がしっかりと立つことができるんですね。
同じように私たち教会というのは身体なんです。それぞれ任せられている機関があるんです。ある教会は伝道において熱心な教会があるでしょう。私の教会のように24時間祈っている教会もあります。ある教会は世界宣教をする教会があり、ある教会は様々なですね、方法を通して人々の魂を救いに導くという教会があります。それぞれ与えられた使命があるんです。私たちの重要なことは、そのお互いの使命を比べ合って、私の教会の方があなたより勝っている、また私の教会の方があなたの教会より劣っていると比べ合うことではなく、また違いを見て批判し合うことではなく、それぞれ与えられている主の使命を喜ぶことです。そして困難があるなら、その困難があるときにこそ祈る者として立とうではありませんか。何か問題があるなら、その問題があるときこそ主の御前に取りなし祈る者になろうではありませんか。そのようにして神の御国、神の体が立ち上がっていくということを共に覚えたいと思います。そのために寛容、温順、憐れみ、良い身に満ち、エコひいきがなく見せかけのないものです。そしてこのような種は平和を作る人によって平和のうちにまかれていく。シャロームの心を持った、主との和解を持った、主との愛の関係を持った人たちを通して、平和の中でこのような義の種がまかれていくということ、共に覚えたいと思います。最後に、私たちはですね、この地上の文化の中において、本当に海のようにですね、この地上を今ありとあらゆる人の教え、人間的な教え、ヒューマニズム、またありとあらゆる神に反逆する教えが満ち溢れています。しかしだからといって私たちは悲観的になる必要はありません。実は神の知恵がこの全地を覆う時が来るんです。人々は主を知るようになっていくんです。どのようにしてそれがなるんでしょうか。最後にこの箇所を読んで終わりたいと思うんですけど、一つはハバクク2章に書かれているんですけど、同じ御言葉がですね、イザヤ書11章にあります。少しですね、難しい表現かもしれませんが、地上の海ということを言うときに、それは世の教え、世の知恵、反キリスト的な考え方っていうのを聖書から読み取ることができるんですね。獣は海から登ってくるっていうのが黙示録に書かれています。しかし 上にも海があるんです。黙示録を読むと、ガラスのような海があり、そこに何がありますか。中央に子羊が立っているんです。子羊っていうのはイエス様の本当にへりくだった柔和な姿、ご自身を無にし、すべてをかけて父なる神に従順したイエス様の姿、その天にある海の真ん中には子羊であられる柔和なイエス様が立っておられる。でその周りに何がありますか。七つの御霊があるって書かれてるんです。でそのことを表現しているのが、このイザヤ書の11章の一節2節です。一緒に読みましょう。はい。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、はがりごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。アメン。このエッサイの根株から新芽が出、その根から若枝が出て実を結ぶっていうのは、イエス様ご自身がこの地上に来られ、ダビデの血族から、また王の一族の中からイエス様が地上に来られるという予言でもあります。でですね、その上に主の霊がとどまるって書かれてるんですけど、ここに聖霊様の7つの性質が書かれてるんです。7つの御霊っていう表現が黙示録で出てきますが、7人聖霊様がいるわけではありません。聖霊様はただ1人です。でもそのお方に7つの性質がある。まずは主の霊ということですね。それは聖霊様は人格を持ったお方だということです。私たちはこのお方を何か力とか、このお方を何か本当に私たちの油注ぎのためだけに求めるんではなく、第一に聖霊様の人格を私たち愛する必要があります。このお方は人格を持った方です。悲しまれ、また喜ばれます。楽しまれ、また本当に自由に働かれます。それなので聖霊様、あなたを歓迎いたします。この方に向かって私は祈ることができます。この方に向かって礼拝することができます。このお方に向かって語ることができ、またこのお方からの語りかけを聞くことができます。
それなので聖霊様、私の中に絶えず来てください。あなたは私にとって大切なお方です。あなたのその神であられる性質を本当に認めます。あなたは生ける神の御霊です。そんなに聖霊様の一つの性質は主の霊であるということ、人格を持ったお方であるということ、そして具体的にその性質が書かれているんですね。与えられるもの、それは知恵。まず聖霊様が来るときに私たちに知恵を与えます。この知恵っていうのはこの世の知恵に勝る知恵です。人々はこれから世の中に起こるいろんな状況に対して解決がないでしょう。食料の問題に対して、経済の問題に対して、ありとあらゆる暗闇に対して答えがありません。しかしこの時代にこそ皆さん、あのヨセフのように、ダニエルのように、主の知恵を持った者たちが起こされることを祝福いたします。私たちがそのようなものになるということを願い求めようでありませんか。なぜ彼らには知恵があったんでしょうか。エジプトの王もバビロンの王も彼らを見たとき一緒のことを言ってます。あなたは本当に優れた知恵を持っている。なぜならあなたの中には生ける神の霊がいるからだと言ったんです。この聖霊様は私たちに知恵を与えてくださる方です。その知恵はこの世の知恵に勝る知恵、さらに悟りを与えてくださる。主のことを知り、主の心を理解することができる、その力を与えてくださいます。絶えず父の心を求めようでありませんか。私は自分自身も父の心を求め、自分自身に対する父の心を悟るということはすごく大きな喜びです。それと同時に人々のために祈るときに、その人に対する父の心を知り、それを解き放つということは大きな喜びなんです。預言っていうのは人々を罪に定める仕事ではなく、人々が罪から自由にされるための道です。人々が神から遠く離れて、もう神から引き離されて生きるんではなく、その人々が父なる神の御心の中に帰る、それが預言の働きの重要な目的です。それなので本当にこの悟りの霊というのは、父の心を悟り、その心を行っていく、父の心を悟り、それを表していく、聖霊様によってそのことはなされます。計りごと、計りごとというのは英語の訳ではカウンセルと書かれていました。そうです、主との交わりの中に皆さん本当の解決があります。この方は不思議な助言者って書かれてるんですけど、英語ではワンダフルカウンセラーです。だからですね、私のところにカウンセリングに来てもいいですけど、そんなに来られると困るかもしれません。でも来てください。でもあんまり来ないでください。その2つの心で今揺れてます。でもいつでも歓迎いたします。でもですね、私のところにカウンセリングに来た人は大体がっかりして帰ります。なぜなら私はまず第一に話を聞くのが苦手なんです。そしてあんまりうまい解決を出すことができないかもしれませんでですね、祈りましょうってすぐ言ってしまうんです。危なでてくれました。私の知り合いの牧師がですね、牧師の部屋にある信徒が来てですね、そして悩みをいっぱい言ってですね、話してる時にですね、その牧師がなんかあんまり聞いてない雰囲気でですね、そして牧師がその信徒に言ったらしいんですね、まあ祈ったら解決するから、もうここにいないで祈りの部屋に行きなさいと。そしたらその信徒が立ち上がってですね、本気で悩んでんだって怒り始めたらしいです。あなたにとっては小さい悩みでも、私にとっては本気に悩んでんだって言ってですね、怒ったということですね。ある牧師から報告を聞きました。そのように牧師に相談するなら、まあ、解決することもありますが、まあ大体解決しません。大体私たちは失望して帰ることになります。しかし皆さん、主に相談するなら決して失望させられることはありません。この方に信頼する者は失望に終わることがないと聖書に書かれてます。皆さん、夫にカウンセリングしてもらうなら、大体カウンセリングが必要になるでしょう。さらに別の人からの夫に相談するなら、もう大きな問題が起こります。夫も妻に相談したら、そんなに良い答えを得ることができない場合もあるでしょう。でも夫婦の中で問題が解決する秘訣は、それぞれが神様に問題を申し上げるということです。心の悩みを申し上げるということです。この方は私たちを咎めたり裁いたり、なんだもうそんなつまらないことでやってきたのか、あっちに行きなさいというようなお方ではありません。私たちの心の小さな痛みまで聞き取ってくださるお方です。それを喜んで聞いてくださり、そこにご自身の解決を与えてくださるお方です。聖霊様はカウンセリングの霊、
私たちを本当に取り扱い、そして私たちを作り変え、慰めてくださるお方です。だからこのお方は計りごと、カウンセル、私たちの慰め主になるお方です。そして能力の霊、力を与えてくださる。優しいだけではなく、皆さん力に満ち溢れてるんです。優しさとともにこの方が望むときに力が与えられる。私たちの優しさっていうのはどのようにして表されるんでしょうか。力によってその実態は表されるんです。人々が癒されることを願っていても祈るときに全く癒されない。そうするとその力っていうのは人々のために役に立たなくなるんです。でも人々が癒されることを願うと同時に、私たちが祈るとき、人々が癌から癒され、鬱から立ち上がり、困難の中から回復していくようになる。そのために本当に私たちを通して聖霊の力が解き放たれていく必要があります。ぜひ皆さん上乾きを持ちましょう。今のままではダメだという、そのような聖なるフラストレーションを持とうでありませんか。聖書に書かれている通りのことが私を通して起こっていく。人々に手を置くとき、人々が癒され、死人が蘇り、失われた者たちが命の中に戻ってくるようになる。そのためには聖霊の力がなければ、私たち肉の力においては何にもできないんです。それなのでこのお方の柔和さ、へりくだりと同時に、主よ力をください。あなたの力を持って人々に命を解き放つことができるために。そして主を知る知識、そうです、主ご自身について教えてくださるのは聖霊様です。御言葉を読むこと重要です。しかし御言葉を知識で知るのではなく、聖霊様の息吹が溢れるときに、この御言葉は生きた言葉となって主を人格的に知るようになります。そして主を恐れる霊である、私たちがもう主を恐れかしこむ。主を恐れるということは主を愛することです。主を正しく認識し、主に仕える心、それを与えてくださるのは聖霊様です。世の宗教というのは恐れによって人を縛ります。あなたがこうしたらこうなる、これしなかったら本当にこれを得ることができない、そのように恐れによって人を支配するんです。でも聖霊様が来るとき、その宗教が与える恐れとは違います。主が許してくださるからこそ、もっともっとこの方を愛したい。主が愛してくださるからこそ、この愛に応えたい。主が清く偉大なお方であるからこそ、このお方の心の中を歩んでいきたい。そのような愛に基づいた恐れというのが私たちの内側に起こってくるようになります。それは世の宗教ではなく、聖霊様によって与えられる力なんです。そしてイエス様はこの聖霊によって、3節から5節、聖霊様がどのように性質を与えるのか一緒に見ましょう。はい、この方は主を恐れることを喜び、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもって緩めないものを裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、口の鞭で国を打ち、唇の息で悪者を殺す。正義はその腰の帯となり、真実はその胴の帯となる。はい、そうです。ごめんなさい、最近長く話しすぎるのでもう少し短くした方がいいです。マイクがですね、もう切れてしまうっていうですね。はい、でもこの箇所はもうイエス様ご自身が聖霊によってした働きです。これさっきのヤコブの4章とつながってるメッセージです。それは柔和さを通してこの地上に真の知恵、真の神の国の生き方を表すということ、それがここにまとめて書かれています。正義が帯、真実が道の帯となる。ぜひ皆さん、私たちは真理の帯を固く結び続けましょう。御言葉によって立とうでありませんか。もし私たちの中に非真理、真理でないものがあるなら、それを十字架の光で照らして清められるということ。若者たちのキャンプに行ってきたんですけど、若者たちの多くの悩みは性的な誘惑に対しての悩みを持っています。男女関係において、またこの世の地上の中において、ポルノとかあらゆるものが蔓延していて、そのようなものにクリスチャンであってもたくさんの影響を受けてしまうんです。多くの人々はそれは悪いって知ってるんです。多くの人々はそれは自分にとって良くないもの、神様から引き離すものだ。そして何度も何度も主の前に決心して、それらを見ない、目に入れない、それらの思いを持たないと思うんですけど、また同じ罪の中に戻ってしまう場合があります。なぜでしょうか。それは非真理というのが思いを満たしているからです。真理でない偽りの真理、それらが私の人生を満たす、それらの快楽が私の人生を喜ばせる、
それらの快楽が私の人生に必要だという、そのような真理でないものが思いを覆っている以上、どれだけ生活を変えようとしてもまた同じところに戻ります。だから私たちがそのような罪から自由にされるためには、この思いが真理によってまっすぐにされる必要があるんです。御言葉は何て言ってますか？家に帰って読んでみてください。ローマ人への手紙の6章から8章に至るまで、そこにおいては私たちはもうイエス・キリストの十字架を通して罪から解放されたって書いてるんです。罪の中に私たちはもう歩む必要がないということが書かれています。そしてもはや罪の原則、死の原則ではなく、命と自由の原則の中を私たちは生きることができるようになった。だから罪に対してはあなた方は死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものであることを考えなさい。アメン。思いが真理によって変えられるとき、生き方が変わるんです。神様は最後の答えを言います。私たちはですね、 1,2,3 っていうのをやって最後に行き着くと思います。 ABC っていうのをやって Z に行き着くっていうのが私たちの考え方ですね。徐々に成長していく。でも神様は最初に Z を言うんです。あなたは清いって言うんです。あなたは罪から許されたって言うんです。あなたはもうそのような罪の中に生きる必要はないって言うんです。あなたは神の子とされたって言うんです。その真理が入るとき、私たちは ABC というステップを進んでいくことができる。その真理を悟るときに私たちの生き方が変わっていくんです。だから真理の胴の帯をしっかりと締め、そして6節から9節に至るまでは平和、真の平和がもたらされるということが書かれています。9節だけ読みましょう。これは人間が作り出す平和ではなく、真の平和がイエス様によってもたらされることを意味しています。そして9節一緒に読みたいと思います。はい。私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず損なわれない。主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。アメン。そうです、主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。これが今日の最後の答え。本当にイエス様を知る知識がこの地上の知識を覆うようになるんです。人々の高ぶり、人々のいろんな計りごと、それを覆って聖霊様がもう主を知ることができるように人々の目を開き、人々がイエス様と出会うその道を聖霊様が作ってくださるようになる。そのことを私願い求め祈ろうでありませんか。そして10節を読んでまとめたいと思います。それは何によってそのことが起こるのか一緒に読みましょう。はい。その日エッサイの根は国々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の憩うところは栄光に輝く。アーメン。終わりの時代に主は教会を立て上げます。そして教会を輝かせます。どのような場所を主が探しておられるんでしょうか。どのような場所に栄光を表したいと願っているんでしょうか。それはその日エッサイの根というのはイエス様ご自身です。国々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の憩うところって書かれてますね。ここに線を引いておいてください。つまりイエス様は本当に主としてお迎えし、聖霊様の臨在を大切にし、どうか主よ、あなたのために何かする以上にあなたご自身が必要です。私の何かを成し遂げる以上にイエス様、あなたご自身ともっと出会いたい、あなたを愛し、あなたに愛され、その愛の中を生きていきたい、その心を持ち、主を歓迎する者たちがいるところ、キリストの花嫁としての生き方、教会がイエス様を第一に求めるとき、その場所は栄光に輝き、地の暗闇に主ご自身の光を照らし出すこととなります。それですので、今日今一度私たちは主の御前に進み出て、十字架の前で主よ、私のもう自分が築き上げてきた知恵とか概念っていうのをあなたにお委ねします。それに引き換えにして、どうか主よ、あなたがくださる知恵を与えてください。あなたの心を教えてください。聖霊様、あなたがカウンセリングを私してください。そしてあなたがご自身の力と主を知る悟り、計りごと、それを与えてくださいますように。そのように主の御前に進み出て祈ろうでありませんか。お祈りします。そして賛美を持ってですね、お祈りします。天のお父様、
あなたの御言葉を愛します。主の御言葉を感謝します。真理によって私たちを清めてください。今日のこの御言葉、上の水と下の水、上の水は御霊による水であり天の知識に満ちたもの、しかし下の水は私たちの肉から出たものであり神に反逆するものです。私たちはこの地上に生きている以上、この世からの影響、この世の概念、この世の考え方で物事を見てしまいます。どうか主よ、今日あなたの御前に進み行きます。私の内側に偽りの真理があるならそれを取り除いてください。そして天からの真理で私の思いを満たしてください。私の心が自分がどう感じるかではなく、イエス様がどのように見ているかによって物事を見ることができますように。自分自身の在り方も、自分の弱さや足りなさや失敗を見ることから、イエス様が十字架を通してあなたは清められたものである、あなたは罪許されたものである、あなたは神の子供とされた、すべての束縛から自由にされた、あなたは神の御心に従って生きることができるものである、そのように呼びかけてくださっているイエス様の目線を見ることができますように。今私自身を主に捧げます。一曲賛美捧げていきましょう。
手を当ててください。今日神の子としてのアイデンティティ、主に愛されるものとしての価値観、それが私たちの中に回復しますように。それを悟るときに私たちの生き方が変わります。それを知るときに全ての行動が、考え方が変えられていきます。どうか聖霊様、父の心を教えてください。私たちの中に主を悟るその力を与えてください。そして主を恐れるその心を与えてください。今一緒に宣言したいと思います。天のお父様、イエスキリストの十字架の恵みを感謝します。その十字架によって私の罪は許され、私の死は命と取り替えられたことを感謝します。その十字架によって私は神の子供とされました。キリストの花嫁とされました。主に喜ばれるものとなりました。王であり祭司、それが私の身分です。天の御国の全ての資産を受け継ぐ御国の王子、御国の王女とされたことを感謝します。それが私の身分です。主に愛され、主を愛する、それが私の生き方です。その道を歩み続けることができますように。聖霊様、助け導いてください。イエスキリストの名前によって今宣言して祈ります。アメン。Oh,
持って第三礼拝を閉じたいと思います。本当に主の栄光の中、本当に私たちは絶えず歩み続けていきましょう。その栄光を解き放っていきましょう。でもう一度私たちの本当に救い主である栄光に満ちたお方、このイエス様に拍手を捧げていきましょう。アーメン。
いところですが、本当に全ての栄光を本当にイエス様にお返しして、また互いに本当に愛にあって、本当にハグを持って、握手を持って、共にこの礼拝を閉じたいと思います。アメン。